そのレースは1619人分の6人。そのレースは衝撃の感動。そのレースは110秒で1億円。そのレースは最高にリアル、最高のドラマ。そのレースはまさに最高峰。ボートレース大村第37回ザ・グランプリ。グランプリ初開催となる大村はボートレース発祥の地。70年前、水面、大時計、ボート、エンジンなどボートレースに必要な全てを準備します。そして1952年4月6日、世界初のボートレースはスタートしました。結果は7600円の大穴配当。その後ボート界は売り上げを伸ばしていきますが、バブル崩壊とともに売り上げは低迷。大村も赤字の状況が続き、レース場廃止の話まで出てきます。しかし企画レースや設備投資などさまざまなアイデアと努力で売り上げアップに成功。黒字に転じ、まさによみがえったボート場となったのです。そしてボートレース70年目の今年、ついにグランプリを開催するのです。さあ、待ち焦がれた最高峰のレースまでもうすぐだ。今年の獲得賞金トップ18選手が出場。初出場を果たしたのは上条、羽野、磯部、遠藤、椎名、片岡の6選手。初日から2日間はトライアルファースト。7位から18位の12選手で戦い、上位6選手がトライアルセカンドへ。トライアルセカンドは3日間。上位6選手が最終日の最終レース、最高峰の1億円バトルへ。ボートレース発祥の地大村で最高峰のレース、ザ・グランプリ、12月13日から18日。